京急潜水艦はイギリス海軍の艦隊型潜水艦。1917年から1918年にかけて17隻が竣工第一次世界大戦で活躍。蒸気機関を使用中の本級イギリス海軍は第一次世界大戦中に水上戦闘艦隊と作戦行動を共にするために必要な水上速力24キロトンを出せる。 高速潜水艦の要求を提出した。このような高機動力を発揮するためには、水上排水量1700トンの船体に1万馬力以上の出力が必要であると判明するのに、さほど時間はかからなかった。しかし、当時のディーゼル機関では、そのような出力を出すためには、8機ものエンジンが必要であり、それでは、 機関区画だけで船体の大半を占有されることとなってしまうため、大対策として2機の蒸気タービンエンジンを搭載することが考案された。こうして設計された京急潜水艦は蒸気ボイラー2機と蒸気タービン2機を備えるため、船体の3分の1が推進機区画で占められた。また、蒸気機関は効率が悪く、故障時に動力を提供する。 電動機の発電用に1機のディーゼル機関も搭載された。上規模イラー艦といえば肺炎用の煙突が欠かせないが、京急潜水艦も例外でなく、艦上に2機の煙突を備えていた。これは、潜航時に外角内に折り曲げられ、開口部は密閉版で閉じられるようになっていたが、この潜航前の準備だけで5分近くを要した。1918年に、 名刀の戦いと呼ばれる事故が発生し、その事故で2隻の京急潜水艦が失われ4隻が損傷した。ありがとうございます。